皆さんおはようございます。今日は1月12日です。昨日の動画見ていただいてましたでしょうか。昨日の動画はね、セブ島に持って行った方がいいものについて紹介しました。今回ね、4日連続でセブ島についてお話ししていますが、今日で最後の動画になります。もし昨日とか一昨日とかその前の日とかのセブ島のやつ見ていない方は、この概要欄に載せておきますので見てみてください。今日のセブ島のについての動画をですね、服装について話していきたいと思います。セブ島のイメージ皆様している、いろいろあると思うんですけど、もちろんすごく常夏です。年中割と25度から30度っていう日が続いておりますが、なので服装っていうと、まずは日本の夏服を持っていってください。はい、まあこれはね、まあ、イメージ通りかなと思うんですよ。あとはなんかリゾートっぽい服とか、まあ、T シャツとかジーパンとか、あとはですね、カーディガンとかストールとかを持っていくことをおすすめします。まあ、なんでかって言ったら、海外ってモール内とかね、スーパーとかレストランとかタクシーの中とか本当に寒いんです。もう冷凍庫の波に寒いんですよ。なんで防寒着がないと本当に風邪をひいてしまったりするので、あともう常に寒いぼですよ。もう鳥肌が立ちまくっちゃうんで、カーディガンとかすぐに脱げるようなものを持っていくことが結構必需品になります。あとはですね、帽子ですね。これも本当に太陽の日差しが強いので頭が丸焦げになっちゃうといけないので、帽子も必需品で、まあ、それと同じくサングラスも大事になりますので持っていっていただけたらと思います。あとは靴、運動靴は持っていった方がいいかなと思いますし、ビーチサンダルとかサンダル、靴とかはね、やっぱりなんかおしゃれしたいっていう気持ちは皆さんあると思うんですけど、女性の方はやっぱヒールよりはぺっちゃんこめの方がいいですね。なんでかって言ったら、道がね全然舗装されてないところもあって、まあ、舗装されてても隆起なんて言うんだろう、本当に道がボコボコしてるところが多いので、こけてしまったり足ひねったりっていう人を結構よく見ていたので、歩きやすい靴でサンダルでもヒールのない靴がいいかなって思いますので、そこのところをちゃんと注意していただけたらと思います。あとはザ観光客みたいな、なんかすごい高そうな服を着ていると、やっぱりスリにあったり盗まれたりすることのなんか対象の人になってしまうかもしれないので、いつも通り日本の夏の服装をしてもらえたらなと思います。あとはなるべくね、高い装飾品も身につけない方がいいかなって思います。まあもちろんね、綺麗なレストランに行くときは綺麗な服装してもいいんですけど、人混みにとかだとやっぱちぎられちゃったりするんですよ。でそれも現地の留学先の先生に教えてもらったことなので確かだと思うんですけど、やっぱり高級品を身につけておくとちぎられちゃう。例えばなんかもうすごいキラキラのピアスつけてたらピアスちぎられて耳ちぎれるとかあると思うんで、まあ、なるべくそういう綺麗なところに行く時だけおしゃれして、例えばハワイとかだったらね全然いいと思うんですよ。もうキラキラしてもなんですけど、やっぱセブは治安はいい方だと思うんですけど、昔に比べると。でもやっぱり東南アジアなのでちょっと気をつけていただけたらなと思います。まあもちろんそのなんか肩にかけるようなすごいちっちゃなブランド物のバッグとかもね、ショルダーだとさやっぱ盗まれにくいけど、こうなんだろう、こういうバッグとか、こういうバッグ、ここにかけてこういうバッグとかはやっぱ注意していただけたらなと思います。なんで服装とはちょっと違うけど、バッグもリュックは前につけたり、ショルダーはもう本当に肩にかけるだけじゃなくてちゃんとかける。まあこういうバッグは持っていかないまあ持って行ってもいいんですけど、周り注意して持っていただけたらと思います。はい、そんな感じで終わっていくんですけど、もし質問コメントある方はコメント欄にお願いします。はい、そんな感じで終わっていきたいと思います。今日も一日頑張っていこう。チャンネル登録していない方がいて、このチャンネルがいいと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。あとこの動画が役に立ったと思ったらぜひグッドボタンお願いします。はい、それでは皆さんまた明日。